本項目では、日本とウズベキスタンの関係について記述する。歴史上、中国やシルクロードを介した間接的な接点はあるものの、日本とウズベキスタンの直接の接点は、第二次世界大戦後、シベリア翼流において、多くの大日本帝国軍人がウズベキスタンを含む、中央アジアへと連行され、旧ソビエト連邦軍によって、強制労働が課せられたことに始まる。 旧日本兵は、多種県討を含むウズベキスタンの各地域でダムなどの施設建設作業を行った。この強制労働で建設された施設には、ナボイ劇場やファルハドダムなどがあり、現在もウズベキスタン国内にて利用されている。日本は1991年12月28日に、ウズベキスタンを正式に国家として承認、1992年1月26日。 日本とウズベキスタンは正式に国交を樹立した。翌年の1993年1月、タシュケントに在ウズベキスタン日本国大使館が設立され、1996年2月には東京に中日ウズベキスタン大使館が設立された。また、1994年5月にはイスラムカリモフ大統領が初来日したほか、 2002年7月には、カリモフ大統領が再来日して、小泉純一郎内閣総理大臣と会談。それまで、橋本龍太郎元首相により提案。実行されてきた、シルクロード外交を発展させる、日本とウズベキスタンとの間の友好、戦略的パートナーシップ、協力に関する共同声明を発表、署名を行った。2004年8月には、 川口淳子外相がウズベキスタンを含む中央アジア4カ国を訪問、シ種県都にある世界経済外交大学にてスピーチを行い、これまでの中央アジアと日本の関係を強化する新たな対中央アジア政策、中央アジア日本対話を今後行っていくことを発表した。また、2006年8月には小泉純一郎総理が現職の総理としてウズベキスタンを初訪問している。 2011年にはカリモフ大統領が3回目の来日を果たした。中央アジア日本対話は2004年以降も外省、高級実務者など様々なレベルで継続して開催されており、2013年3月には東京で第5回目の対話が開催された。2016年9月2日、独立以来25年間にわたって初代大統領を務めていた。 カリモフ大統領が成去。翌3日、安倍晋三内閣総理大臣は、ニグマティッラ・ユルダシェフ上院議長に宛てて、哀悼の意を表明し、同日サマルカンドで行われた、カリモフ大統領の葬儀には、滝沢元務外務大臣政務官が出席した。タイウズベキスタンの貿易輸出入学は2010年時点で、以下のようになっている。日本への主要輸出品目は金などの希少。 鉱物資源や綿織物、日本からの主要輸出品目は自動車やゴム製品となっている。2001年4月にウズベキスタン航空による日本とウズベキスタンの定期便が関西国際空港に初めて就航。2002年11月には成田国際空港に週1回の定期便が運航されるようになった。また2011年からは直行便となり、 2012年時点において、週2回の成田、多種県と直行便が運行されている。2003年12月には、日本ウズベキスタン航空協定が締結されたほか、2006年6月には、日本ウズベキスタン技術協力協定が、2008年8月には、日本ウズベキスタン投資協定が締結されている。2011年時点において、日本のウズベキスタンに対する資金協力は、 優勝、無償含め1650億円、技術協力は137億円となっている。ウズベキスタン国内では、旧ソビエト連邦時代に使用されていたインフラが、使用され続けている分野が多く、鉄道の電化や機材整備、火力発電所の増設など、インフラ整備の分野において、日本による貢献は大きい。金融分野においては、共産主義国家であった。 旧ソビエト連邦時代の制度、手法から脱却し、資本主義経済へと移行する中で、市場経済化や法整備、コーポレートガバナンスなどの分野において、人材育成を主とした協力活動が行われている。また、旧ソビエト連邦時代に進められた、灌漑農業をはじめとする、自然改造計画や大規模な工業化、その後の環境政策により、 ウズベキスタイ国内の環境問題は、水資源不足や塩害などで深刻さを増しており、農業分野において、農地改革や塩害対策、水資源管理などの技術協力も活発に行われている。これと関連して、医療分野においても、機材、施設の老朽化やサービスの質の低下に対し、技術協力を行うプロジェクトが複数行われている。 在ウズベキスタン日本人は2011年時点で138人、在日本ウズベキスタン人は2012年時点で938人となっている。2012年には国交樹立20周年の記念事業が数多く行われ、浮世絵展や、農や狂言の講演、日本映画祭をはじめとする日本文化祭やウズベキスタンの仏教遺跡展などが行われた。 スポーツ分野においては、リショト・ソビロフ選手が世界柔道選手権大会男子 61kg 級で2連覇、アブドゥロ・タングリエフ選手が2011年世界柔道選手権大会無差別級で金メダルを獲得するなど、ウズベキスタン国内では柔道や空手、合気道をはじめとする日本武道に対する関心が高く、2012年の日本、 ウズベキスタン国交樹立20周年記念事業では、スポーツ交流支援事業として、柔道や相気道の指導が行われた。ありがとうございます。